ディキンソン若き女性詩人の憂鬱は2019年から配信されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ詩人エミリー・ディキンソンをモチーフに彼女を取り巻く世界を描く企画制作はアリーナ・スミスが務めヘイリー・スタインフェルドトビー・ハス、ジェーン・クラコス・キーらが主演した2019年11月1日にアップル TV オリジナル作品として 全世界に配信された。本作は第2シーズンへの更新が決定している。2021年9月、同年11月から第3シーズンが配信されると同時に全3シーズンをもってドラマ自体を終了させることを発表した。政治や教育の世界で有名な家庭に生まれたエミリ・ディキンスンは時代に馴染めない新進気鋭の詩人。秘作に集中したいが、 社会やジェンダー、家族の制約が彼女を抑圧しようとする。現代の感性とトーンで当時を描く本作は、エミリーの成長物語であり、一人の女性が声を聞いてもらうための戦いである。ディキンスンは下記女性詩人の憂鬱のキャスト。ジョーダン・から、ヘイリー・スタインフェルド、トビー・ハス、ジェーン・クラコースキー、エラ・ハント。2018年5月30日、アップルが、 本作の制作を発表。シリーズの脚本はアリーナ・スミスが担当した。制作会社にはウィープやアノニマスコンテントなど参加した。2019年10月第1シーズンの放送前に第2シーズンの制作が決定したと報じられた。本作は批評家から好意的な評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトの6点とまずに62件のレビューがあり。 批評価支持率は74%、平均点は10点満点で6.45点となっている。また、メトクリティックには29件のレビューがあり、過重平均値は66、100となっている。ありがとうございます。